近くが見えない状態でどうやって自分でピンセットでこうやってやるんだよ。それで買ったのがこれです。すんごくイージーな考えですよね。これは細かい作業をするときにかけるルーペですよ。でこれをかければ手元が見えるじゃないかって私は思ったんです。実際これをかけるとですね、こんな感じになるんですが、確かにこれ近く見えるんですよね。そしてこれ鏡なんですけど、鏡でこうやってやって自分のこうまつげを見ながらできるかなって思ったんですが、実際これやってみようとすると意外にこう見える幅が狭いっていうのと、鏡からある程度距離が離れてできないかもしれないけど、この幅のところでいかにピンセットで描けるか、なんかこれはもう難しいなって思ったわけですね。実際ですね、もうキットも注文してしまって、あとは届くのを待つばかりなわけですね。これもそのキットも無用の長物になってしまうのかと私は一瞬呆然としたんですけれども、もっといい考えがひらめきました。それはこれです。